うんまボハタチャヘナマスカーアジメタブチカハフン。今日はインドで買ったメロンを食べたいと思います。冷やしてたんで冷たいです。カンナすぐですが切っていきたいと思います。スプーンですくって食べるやつやりたいんで、こうかな。メロンです。じゃあ私日本でもあんまりメロンが好きじゃなくて、お母さんの仕事だったんで食べたことないです。種は食べないんでね。これ種植えたらメロンできるかな。まあ、早速ですが食べてみたいと思います。あちくしゅくへ。種取る。メロンってこんなんだ。うんま。ボハタチャヘ。もうめっちゃいい香りがしてめっちゃ甘いです。匂いを届け。これ何ルピーだったか忘れちゃったんですけど、36ルピーとかだったと思います。キロ。はい、というわけで今日はインドのメロンを食べてみました。見た目こんな感じです。強く甘みがあります。でインドにはメロンの種類が2種類あって、こういうやつとなんか長細いやつで、黄色いやつが確かあります。スイカとはまた違います。またそれも試してみたいと思います。というわけでメロンでした。ボアタチャヘ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。